今日は、えー、この本層の229行から少し解説をしたいと思います。ここは、えー、こちらですね、この本層をクリックして229行あたりですから、まあ、この辺に出てきます。写本で、えー、あればあの、写本も当然、 出てきますね該当するところを探せば出てきますそれでこの229行ですねずっとスクロールしていって、えー、終わりの方になりますがここですねあのー 私が言語を読んで訳がわからない文だと思ったのが、まあ、この4行の後に来るこれなんです。もし器物体制の香港精鋭を椅子にあらずんば。これも点ですね。一ついの文がないという時はこの丸をこの辺に棒点でつけるんですけども、まあ、棒点にすると小さくなりすぎるので。あの ここにつけてますすなわち「兄愛よって一を聖戦や」でこれは「いす聖す」で「つい」なんですが、えー、異性で「つい」になっているということが分かれば頭に入れておけばもし器物体制の香港精鋭をなすにあらずんばすなわち「兄愛よりて一とならんや」と読んだ方が意味の文の通りがいいですね。 分かりやすすいですただ異性で対ですのでねこの縛りを一回頭に入れて、えー、読,む読むための,あのこのルビなんです。だから私も「香港精鋭をなすにあらずんば一とならんや」というふうにあの読み替えます頭の中で,で。この文が訳が分からなくて。 そうして、えー、これは漢文を読む練習をしても読めないと意味,意味が分かりませんからね、まあ、漢文としては読んでるんですよ返り手の送り仮名の通りにで。それでその漢文を読む練習は一切しなかったんです。 それで三枝博人博士の三浦牌の哲学に「あの和訳言語」という訓読版がありましたのでそれを何度も読んで漢文の音調をですね音の調子を覚えてそれで読んだのですで結局あの私は言語読みであって漢文読みではありませんで言語というのは漢字と漢文法を借りて書かれた地球システム理論です 広く言えば一般システム理論になります。それで、この言葉の意味なんですけど、その,その前に、えっと、ここに PB289 とありますので、これはペリカンシャ版言語の事実永遠版です。えー、下巻の289ページにありますよということです。それから、ちょっとこちらに行くと。 これここれれですねこれは岩波版の言語の391ページの上段にありますよということです。で従いましてあの学術的にはこういうインターネット上のものというのはあの転居として使えませんので、まあ、利用していただいて,です、ね、そしてあの転居はあペリカン社版言語もしくは岩波思想体験版言語そしてさらに 詳細を知りたければあの三浦梅園資料館でこの該当する部分のコピーを送ってもらうとそういうことであのまあ例えば博士論文を提出したいというような方はそういう形で研究すればするしかありません。こういういもののはあの インターネット上のものは参考にはなりますが転居にはできませんそれで随分、えー、難しいことを書いててですね「遊女」というのがまた大変なんですよ「あの互いに反す」と書いています。 これを最初に書かれたのはこの遊女の説明はなお何々のごとしっていの陰なお陽のごとし正なおう大のごとしというのはくま書房の三浦梅園にあの著者の高橋正康氏があの解説しておられますそれが最初です「木を本となす」ということなんですこの本の意味なんですけどこれ同一性の保持のことです。 えー、同一性の保持をしているつまり例えばですねこれは、まあ、樹齢8万年らしいですねこれはクローンであの繁殖するんですよね根っこがつながってます竹と一緒ですねでこれが樹齢9550年の木ですでこれ同一性を保持していますあの芽を出した時から このおおむね9,550年後のこの姿までこの木はこの木ですしたがってここにはあの同一性の保存則というものがあ,のあるとみなしてよい同一性を保存しているこれ物質に関して言えば質量保存の法則とかエネルギー保存則とかいうことになるんですけどそれはあの物質に関して言った場合ですよね質量とか。 エネルギーっていうのはしかし同一性を保持しているあの例えば自分は自分であるというアイデンティティの保持これはあの全てのものが持っていると言語では考えますでこの同一性の保持同一性保存の法則ですね、まあ、同一性の保持これがどこかにものとして転がってるわけではないのであの だからそれ自体は木なんですよね形がないどこかに同一性が石ころのように転がっているということはないんですよねそれで木を本となすとそれに対して物を本となすこれが物質そのものを形成する物質のことを仏と言います物がないと物にはあの 物質がないとそのものもはできません先ほどのこの木でもですねこの木を素粒子にまで分解してしまったらこの木を作っている素粒子というのは当然あるんですよねしかしこの木はこの木として存在している物質というのはそのまあ、素粒子レベルにまで分解して考えて レバーそのそれがあの大元根っこですよということですねそれを根と言ったんですだからどこまで小さくしていっても物は残るとしかしその物を先ほどの一本の木のようにしているこの木同一性の保持があるとでこれがないと次の日に別のものに変わりますのでね絶対にあるんですで「太陽性となすということなんですけど これはあの体というのはここではあの、まあ、シェイプとかフォームとかいうものですね例えば天球は天球のフォームを持ってるでしょうあのシェイプを持ってますね動物植物それから、まあ、シェイプですよね地球は丸いというのも地球のこの体なんですよ この体は性である、これは精妙なメカニズムを持っているということですで。当時はそのメカニズムに対応する語がなくてですね、随分苦労してこの語を当てたんですよね。例えばこういうことですよね。あのー、どこまでも精一なメカニズムがありますよと。それがあるからこの体ができるんですよね。こういうい これがシェイプフォームですよね。こう,こういうの、根っこ、こ,ううの,こううのシェイプフォームですよね。このシェイプとフォームには、シェイプ,プあるいはフォームには、必ず精妙なメカニズムがありますよということです。で生意を栄となすなんですけど、この義というのがその,そのもののそのものたるゆえんというかな、そのものの最もそのものらしさ。 これですからこれ花ですよね花房えいとなすと言ってるんです典型的なのがこのソメイヨシノですよねこの花桜を見てきれいだとあの誰でも思いますよねあの桜の花がも散ってしまってあの花も葉も 落ちた冬の桜を見て感動するという人はまああまりいないでしょうね、それはそれで良いんでしょうけどもね、あのやっぱり桜というと、この花なんですよね、でこういうものが、その存在のそのそ,のそのものの最もそのものらしさを表すものですよね、そのことを、その、そ意その、となすと言ったんです、存在の本性のことですね、そのものの最もそのものらしさ。 それであのー、次に言ってそれでもし器物体制の香港精鋭をなすにあらずんばつまりもし器物体制が香港精鋭を形成するのでないのならばすなわち安に相よりて、えー、つまりどうして愛、えー、よって 一つのものを形成することができるだろうかと。で、これはですね、あの例えば、天球とかですね、こういうものあるでしょう、天球、今もいっぱい画像出ますのでね、この天球もそうですよね。 器物体制が香港精鋭をなす、えー、物質がありますそれからこの「天球」という体がありますねあのー、これを見かけの現象だとは言、あのー、うのはちょっともうそろそろ卒業しましょうこれはあのー、地球環境世界から見るから、あのー、こ,れこれはあるんです あのそして精緻なあの、まあ、メカニズムというか精緻な構造を持ってますよねこんな風に見えますよねそれでここが精緻生命なものだからここから数億光年先とかあの数十億光年先とかを見ることができるんですよねこれはあのそういうことですよね だからあの、天球規模で見ても一,一つ、一輪の花で見てもあのこの文は成立している。例えば、ビッグバンという宇宙ありますね、136億年前ですか、ここでドンと爆発して、あの今日ここにまで来ていると、138億年経って、この間、同一性保持してるでしょう、これが本なんです。 同一性の保持をしないと途中で違う宇宙に変わったということはないですねそんなこと言う,うあのこの宇宙の研究者はいませんね同じこの宇宙であると違うところの宇宙があるといういわゆる他世界解釈をする人はいますよこの宇宙はこの宇宙で同一性を保持してますこの中には物がありますいっぱいでこの宇宙はこの宇宙としてのその個性を持ってますよね 美しさ神秘性とかねあのそういうものを持っているんですよねですからこのビッグバンのような規模で見てもこのソメイヨシノで見てもあのこ,この文が成立するんですそういう観点から是非ともお考えくださいませ、えー ペリカンシャバン下百289ページからこの岩波だと,、えー、とここに出ますね、えー、390ページの下段でここはペリカンシャバン下巻の288ページこういうものを転居としてご自身でお考えくださいませこれで終わります